稲目の空の太陽のやつ、そう全部広い境内ですね。もうほとんど暗くなって、わからないね、わからなくなってきたんですけど、ここに鐘がある。ここに鐘があって、そう、これがずっと昔からある。ああ空一族が生きてた。曽我一族の、あ、灯籠がありますね。立派な灯籠が。暗いね。ああ、暗いけどシルエットで映ってますね。わかるね。わかります。これは何？推古天皇の？朝廷跡ですよ。朝廷跡ですか。ベラベラ。あ、これ終わりだ。これ聖徳太子かなんかどうですか？ちょっとわからないんだけど、これね。でここを焼いたんですよ、南部。ここには五重の塔が立ってたんです。曽我の馬子が作った。それを全部焼いて死んだんですよ。恵比寿はね、イルカが首切られたら。その時にここに古文書があったのも全部焼かれた。それで聖徳太子が書き直したら文献資料はなくなった。だから黒ずんでたんです、塀は。全部ずっとあるんです。あったんです。全部取っ払いまして。全部塀があったんです。うん、屋敷だから。私が来た頃はまだ塀があったんです。それがあなた金儲けのせいか。で、まあ、大きいお堂ですね。和気の清丸の墓もあります。和気の清丸、そうですよ。和気の清丸の墓もある。古いちょっともうどこか上がって、どこか上がってるんで、もう文字は見えないですよね。ああすごい屋敷だったんですよ。朝廷ですから、水古天皇。ああもっと広かったと思いますよ。税金が高いからね。あと猫がおんねん。猫がやっていけなくて、あ、生きてない。生きてるんです。猫は守ってますよ。あ、ここに、奥に、これだけ遺跡が残ってれば。まだ痛くないでしょ。なんかお店がなんかかな。仏具売ってるの。仏具屋さんかな。まあなんというか、ここのお坊さんは金持ち主義です。あんまり話してない。感じですね。はい、うん、これが分かってる最後、うん、ね。この辺でも泥棒多いから警戒してるかしら。防犯灯がパカパカっとついて、うん、だから奈良京都のようにね、優雅じゃないんですよ。泥棒多いんですよ。ああ、うん、ライトついた。だから仏像もレプリカを置いてたりしますね、うん、本体はしまい込んでますね、はい、持っていく人がいるんでしょうか、ね、この辺の石もね、黒ずんでたんですよ、はい、だから焼かれたところだなっていうのが分かったんですよ、うん、で塀もね、下の方がなんか黒ずんでんですよ。綺麗じゃないんですね、うん。唯一残った塀の形、これだけずっとあったんですよ。見えないよ、向こう側なんて何も見えない、うん、で森になってたので、やっぱり10年も経つと思うんですよ、ね、これ、取っ払っちゃったんですよ。立派な塀があったんですよ。何だろう、ここはって思って、突然ここ通ってる時にもう